はいどうも、こんちゃくれです。よろしくお願いします。さあ、ということで、今回は衝撃のサプライズ発表、一郎セレクション大谷コラボ展開予想をやっていきたいと思います。 はい、ということで、まあ、いよいよですね、グランドオープンまであと5日をついに切ったという、今日この頃でございますけれども、先日のですね、新情報発表特番の中でも、まあ、一番のね、まあ、大きな発表と言っていいんじゃないかなと思います。まあ、でも正直、僕も一郎セレクションが発表されるっていうのは、あんまり予想してなかったですね。あんまりっていうか、もう全くかな。マジで想像してなかった。ということで、まあ、今回はですね、一郎セレクションの実施時期だったり、ガチャ内容についてなど、いろいろとね、予想していこうかな。 と思いますまあ、あとは、えー、大きな、ね、発表というところがなかったんですけれども、まあ、大谷コラボについて、まあ、このイチローセレクションが、えー、発表されたことに、まあ、関連してどうなるかというところなんかを、まあ、いろいろとね、えー、最後お話ししていこうかなというふうに思っています、まあ、いろんな予想をね皆さんもしているかなと思うんですけど、まあ、ぜひね、えー、いろんな想像しながら見てもらえたらなというふうに思いますということで早速本編どうぞ。 さあということで、まずは一郎セレクションについてからね、お話をしていこうかなと思います。まあ、あの、グランドオープン特番のね、えー、大取りですかね、で発表になりました。まあ、元々のね、こう、ラインナップというか、まあ、本日の品書きみたいな中には入ってなかったんですが、まあ、サプライズ VTR と。 えー、いうようななとところでの発表となりまました、まあ本当にね、あの VTR がバンと出た瞬間の現地の歓声、配信にはね、多分その VTR の音声しか載ってなかったと思うんですけど、現地にね、いた人ならもう分かると思うんですが、まあ、あの瞬間の感想すごかったっすね。いや正直、まあ、あの流れはほぼみんな、やっぱ大谷翔平選手の、まあ、コラボ関連の内容が出るんじゃないかっていう、まあ、予想が、まあ、大半だったんじゃないかなと、まあ、そのアンバサラーのね、契約の話とかもあったんで、まあ、そういう予想の中、まあ、驚きと、 まあどよめきとまた純粋にねイチローさんを喜ぶっていうところ、まあ、去年プレイしてればねもちろんそのイチロー選手の登場っていうのはまあ僕らは経験してますけれどもまあ経験してないユーザーの方たちもねまあ中にはいたと思うのでまあそういったところのまあ入り混じったまあ完成だったのかなというふうには思ってますでまあその VTR ではですねイチローさんがイチローセレクション2024の開催をねえ発表するとえいった内容になっておりましたけれどもまあ正直それ以上でもそれ以下でもなくてそれ以外の内容っていうのは現地では発表 発表されませんでした、まあといったね、えー、背景がある中ではあるんですがじゃあそのイチローセレクションの開催いつ来るんだとまあ、いうところをね今、まあ、皆さん一番気にしているんじゃないかなと思います僕もめちゃくちゃねまあ気になっている、えー、ところではあるんですがあのそれ以上の情報っていうのは当然僕らも、えー、まあ、出させてもらってる立場でありますけれども、えー、教えてもらうことは、えー、なくてですねまあ皆さんが知ってる情報と全く同じ情報しか当然僕も知らないんですけれどもまあその上でですね候補はいろいろ考えてきましてまあ、僕の中で2つじゃない かなと思ってますまず一つが毎年セレクションが実施される時期でもある7月8月ですねの、えー、セレクションのタイミングっていうところにこのイチローセレクションが入ってくるとまあ、いうベタな予想ですねまあこれは多くの方が予想しているところと重なるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、昨年はですね前半戦活躍選手セレクション通常の選手というか、まあ、現役の選手が、えー、登場するガチャを1段2段とやった後に夏のヒーローセレクションというね、えー、新しい特別ガチャが出てきたよとまあ、いう流れになっていたんですがまあどうだろうななんか夏のヒーローセレクション っていうのが毎年来るようなリアリティになるっていうのは、あんまり想像していなくて、ってなってきたときに、まあ、そこの枠にスポット、イチローセレクションが入ってくるっていうのは、まあ、1年の流れ、そのシリーズ1の流れを見ても、まあ、想像はしやすいのかなというふうには思っています。まあ、多分ここで予想してる人が一番多いのかなっていうのは、まあ、コメント欄とか見てても、えー、感想では思ったところでした。で、逆に2つ目、じゃ2つ目がいつかっていうと、5月、ゴールデンウィーク前後での、えー、登場を、まあ、もう一つの候補として、えー、予想としております。で、これなんでかっていうと、 まあ正直、現時点で実施時期が発表されてないと。 えいうところでなおかつまあグランドオープンでの登場ではないと、えー、いうところにはなっているので、まあ、そうなるとやっぱ最短でもこんぐらいが限界なんじゃないかなと思ってますでもう一つ特番の中でですね実は発表になっている内容がありましてそれが何かっていうとプロ野球選手の対決動画の公開時期が5月の上旬からになりますよと、えー、お知らせがありました、まあ、最初はねあの4月下旬ぐらいからっていう、まあ、発表だったんですけど途中で訂正が入って5月上旬からという内容になっていましたで、まあ、ここに関してはもともとのねいろ,いろ予想の動画とかでも話しだ と思うんですけど今まではね、そのグランドオープンと同時期、まあ、同じ日、もグランドオープンの日に公開にされるパターンもあるし、まあ、すぐ後とかっていうタイミングでの公開っていうパターンが結構あったりして、まあ、そこと比べるとちょっと遅いっていう状況なんですよね。でも長くやってる方はもうご存知だと思いますが、この対決動画に出演される選手が6月にエキサイティングプレイヤーガチャで、えー、登場してくると、まあ、去年もそうだったし、今年もそうだし、まあ、ずっとそういう流れなんですけど、まあ、そういう内容になっているよと。じゃあ、つまり動画公開が遅れるよっていうことは、エキサイティングガチャも遅れるんじゃないか っていう予想はね当然上がってくるのかなというふうにも思うし僕もその可能性はあるかなとも思うんですがただ個人的にはあんまり影響ないんじゃないかなと思っていますそれは何でかっていうといつもそのグランドオープン後のタイミングから対決動画の公開を始めて週に1本とか出さない週とかもたまにあったりするぐらいのテンポ感で公開がされる形がね今まで大体そうだったと思うんですけどその公開周期っていうところをちょっと詰めて例えば 週に2回ととかかまあ5日間周期で1本ずつ出していくとかっていうような周期に変えるだけでもう全然6月に間に合わせるっていうのはまあ、できなくはないのというのもあるしなんなら別に1日に2球団分動画が出てくるとかっていうのも全然あり得ると思うんでまあ、そこのね影響っていうのはそんなに僕はないんじゃないかなというふうに現段階では思っていますまあおそらくねその撮影っていうところは大体多分どの球団もキャンプのタイミングとかで終わってるはずなんで、まあ、もしかしたらいろいろねトラブルとかあってその撮影ができなかったとかっていう影響で遅れてるパターンもあるの かもしれませんがまあ概ね問題はななないいんじゃないかなと思ってますで、まあ、さっきのイチローセレクションの話に戻ると今ねこう実施しますよと開催を発表した後に、まあ、7月にセレクションが開催ってなるとちょっと遅すぎるっていうようなまあ気もするなというふうには思うんですよねで、まあ、正直グランドオープンの後からエキサイティングのガチャっていうところまではシリーズ1はねまあいろいろこの間の目玉ガチャの動画を出しましたけれどもタイムスリップぐらいしか正直目玉ガチャがないんですよってなってくるとまあ時期的にはゴールデンウィークあたりとか とかに、まあ、このガチャを一、えー、ロセクションガチャっていうのを持っていった方が、まあ、盛り上がりだけを考えたらね、まあ、やっぱりジャストにはなってくるのかなと。 いいうのは思います、まあ、ただ、ここに関しては結構やっぱ難しい問題がもう一つあって、実施時期次第でスピリッツもね、大きく変わるよねっていうところなんですよね。まあ、毎年のセレクションの開催時期であれば、シリーズ1の通常から100上がってくる、今年であればスピリッツ4700での登場が濃厚になるかなと思うんですよね。ただ、もしゴールデンウィークとかに来るのであれば、そこでさすがにスピリッツ上げちゃうともう寿命がどうしても長すぎるというか、前例はないので、まあ、2024シリーズ1の通常と同じ4600、 になることが、まあ、濃厚なのかなとは思うんですよね。まあ、5月にね、スピリッツ、さらにまた100上げっていうのは、やっぱ、あんまり考えづらいと思ってるんで、まあ、そこで出るなら、やっぱりそういう形になるかなと思います。まあ、ただ、なんといってもね、やっぱシリーズ1の期間に、通常と同じスピリッツでセレクションが来たっていう前例が、まあ、ないじゃないですか。シリーズ2だったらね、そのダルビッシュセレクションとか、まあ、それこそ過去のイチローセレクションとか、まあ、前例あるんですけど、シリーズ1の期間にね、セレクションが来るっていうこと自体が、まあ、石橋高明セレクションとか、その夏のヒーローセレっていうのはありますけど、 まあそれもだから言ったら活躍選手セレクションと同じタイミング4月以降のタイミングになるので5月とか6月とかにセレクションがぶっ込んで来られるっていう前例はないんでまあそこがねすごい予想としてはまあ難しいしまあ今年のこのガチャの流れっていうのはま今までの年間スケジュールとは大きく変わる可能性もあるよというところでございましたはいまあその上でですねじゃあガチャ内容どうなっていくのかというところまあ皆さんもね大きく気になるところなんじゃないかなというふうには思うんですがまあやっぱ前提ね一番気になるのはまずイチローさんが出るんかどうかっていうまあところから これについては VTR での言及がまなかったので、まあ、どっちとも取れる出る気もするし出ない気もする、まあ、これちょっとね僕もはっきりとどっちっていう予想はなかなかできないなというふうには思ってるんですけど、まあ、現時点で,ですね過去イチローさんは2回登場してます初登場時 あの黄色の背景の時ですねに関しては2000年の NPB キャリア配成績をもとに作られた能力になってますとで2度目の登場は 2009WBC 時点での査定というか、まあ、そこでの活躍も一応反映はされてるのかな、ねまあ、特別バージョンというような査定になってましたということで、まあ、2つの年度が出ているわけなんですけど、まあ、当然一郎さんのキャリアの中で輝かしい成績のシーズンというのは他にももちろんあってそれがいつかってなってくると NPB 時代で考えるのであればやっぱ1994年 がヒット候補にななるのかなという予想をしていますその成績はどういう成績かっていうと130試合で3割8分5厘13本54打点29盗塁という成績だったんですが、まあ、ホームランと打点だけで見ると、ね、ちょっとあれかもしれませんけれども何、まあ、といってもこの年は、ね、アンダー数がえーすごくて NPB 時代最多になる210アンダーですね。 を、えー、放って、まあ、一躍ブレイクというシーズンが、まあ、この1994年なんですよねでまあその先もね NPB 時代ホントに集位打者とかたくさん取られてますけれども200アンダーを超えたっていうのは、まあ、この年が実は唯一になってるよというところでは、まあ、やっぱり1個もねイチロー選手のキャリアの中でも、まあ、大きな一連にもなってると思うんで、まあ、可能性はあるのかなと思いますでもう1個ねやっぱ期待してしまう部分としては MLB 時代を反映するってなるのであればやっぱり2004年査定がね個人的には見てみたいでその成績は160試合で 3割7分2厘8本60打点36盗塁という成績なんですがこちらもヒット数がとんでもなくて驚異の262安打とえいう数字になっておりますこの数字はですね今でも MLB の歴代シーズンの最多成績 になっておりますしまあどうなんだろう今後抜く選手出てくるのかなちょっと分からんけどまあ今本当にねその MLB はどんどん長打狙いとかっていう風にもねまあ言われたりもしますけれどもまあ抜かれる未来あんまり見えないけどなまあ、似たようなタイプの選手とかが出てくる時にどうなるかっていう感じですかねまあちょっとそんな余談も入りましたけれどもまあもう一度登場するのであればやっぱりこの1994年か2004年っていう2つがねやっぱヒット候補にはなってくるかなと思うんですよねででまあこの年を見ただけでねハッとする 人ももしかししかかたらいるかもしれませんがちょうど今年は2024年じゃないですかということはですよそれぞれ30年前と20年前1994年が30年前2004年が20年前に該当するんですよねでもこれでもうお分かりの方も多いかもしれませんがどちらもですねパワープロとプロスピの誕生年,年に重なるっていう、まあ、パワープロプロスピ30周年20周年イヤーっていうね、まあ、今年になってますけれどもそれぞれ重なるっていう、まあ、ちょっとこれ僕も調べてて感動したんですけど、まあ、そういう縁 があったりするっていう まあこれはね、その実際セレクションっていうところの中で触れられるかは全くわからないし、もうただの僕の妄想でしかないんですけど、まあそういう縁があるっていうのも、まあすごいなというのはちょっと感じました。で、まあ一郎セレクションのラインナップっていうところで言うと、まあ正直マジで読めない。本当に読めないなっていう。まあそもそも去年もなかなかね、あんまり予想はどうだったんだろう。何割くらい当たったかちょっと覚えてないけど、まあ難しかった記憶はあるんですが、まあいた現段階で言えるんだったら、今年の OB で岩熊さんが出なかったっていうのは、 ちょっっとやっぱ今思えば伏線だったのかなとかまあ、マリナーズ時代とか2009の WBC とかでもね一緒にプレイされてますけれどもまあ、ちょっと考えたりはするよねまあ、ただここに関してはまたちょっともう少し考えてからまあ、動画にしようかなというふうに現段階では思ってますこれちょっとぜひ皆さんのね、まあ、予想を、えー、コメント欄にも書いていっていただければなというふうには思うんですがまあ、いずれにしてもですねちょっと対象がどこまでになるのかっていうところまあ、OB 選手も含めて対象にするならシリーズ1の期間にその選手たちが出てくるっていうのは超異例になるんですよ全 であったかなちょっとパッとは出てこないんですけどまあ本当に超異例っていう形にはなるのでまあ、そもそもそのイチローセレクションがいつ来るのかっていうところもそうだしまあ、どこまでが選出の対象になってくるのかっていうところまあ僕は OB も含めての対象になってくるんじゃないかなと思ってるんですけどまあ、ちょっとそこがねすごい難しいなとは思ってますでまあガチャシステムに関してはいつものセレクションスタイルになるかな30連目60連目90連目でランダム1枚ずつ確定でまあ、100連目以降にしてたら確定みたいなまあ、そういうスタイルになるの かな？とは思うので、まあ、そこを回したイチローセレクション欲しいという方はやっぱりそれを前提にね。まあ、ちょっとエナジーとかの立ち回りは考えた方がいいかなとは思います。はいで、まあここまでちょっとイチローさんのね。話をメインにお届けしてまいりました。けれどもまあ、それを踏まえた上で、じゃあ大谷コラボってどうなるの？っていうところね。あ,あ、皆さんも気にしているんじゃないかなという風うには思うんで、ちょっと最後にね。 えー、触れておこうかなと思います、まあ、まず特番の中ではねその大谷選手のコラボというか、まあ、そのアンバサダーをされてるあの方との取り組みもみたいな、まあ、話はね出ていましたけれども A、まあ、進行中ですよっていう、まあ、発表のみに、えー、なりました、まあ、ここに関してはどうなんだろう実際どこまで動いてるのかっていうところは全くわからないんですけれども、まあ、なんとなく僕の予想としてはやっぱりシーズンが終わってからの、まあ、実施になるんじゃないかなっていう気はするシーズン中にねなんかあんまり やるイメージ。 ででできないないと思ううんんすけどど皆さんどうですかね、まあ、やっぱり MLB の,その、まあ、移動とかも含めて、まあ、結構シーズン中なかなななかか休みはねそんなに多くないもちろんゼロとはね、えー、言えないとは思いますけれどもまあそこにねやっぱねじ込んでくるっていうのはあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。ってなるとやっぱりシーズンが終わってから、まあ、前のような撮影会というかあれコナミさんのチームが海外に行って撮影をされたらしいんですけど、まあ、そういう形になるのかななんていう予想は勝手にしています。 でまあ、今ねちょっといろいろと、まあ、ざわついてるニュースも。 まああって、まあそれから見のね、コメントとかも結構あったりはしたんですけど、まあ、プロスピに関連する部分だけでね、ちょっと話をさせてもらうんであれば、まあ MLB 側からの処分とかが大谷選手に課されないのであれば、まあ特に影響はないと思います。だし、まあ、コナミさん側もね、わざわざ、もうよほど問題がない限りは、ませっかくできた、この契約というか、マンバサダーっていう立ち位置を、まあわざわざね、こう契約解除みたいなことはないんじゃないかなと、やっぱり思うので、まあそこはね、まあ影響はないんじゃないかなというふうには思っています。 ただまあ、ここに向けてね、エナジーを貯めてるよって人、まあ僕もちょっと予想の中で、まあ、大谷選手の、まあ、コラボ関連とかが、まあ早くてグランドオープンのタイミングとかすぐ後ぐらいに来るんじゃないかって予想もしてたんで、まあちょっとそこはね、難しいなっていう風にやっぱり思います。ただまあちょっとひっくり返すようで、今までの予想をちょっとひっくり返すようで、そこを当てにしてくれた人ではちょっと申し訳はない気持ちはあるんですけれども、まあ確証はないけど、やっぱりもうシリーズワンの期間中にね、なんか来るっていうのは、あんまり考えられないかなー。 ピースワンの間にイチローセレ。大谷コラボドンドンっていうのはなんかあんまり考えづらいかなっていう。 気はするなとはちょっと思いますこれはでも皆さんのいろんな予想もあると思うんでぜひ、まあ、僕もねちょっと参考にしたいんで、まあ、考えられること、えー、考えてることあればねぜひコメント欄に書いていっていただきたいなという風には思うんですがいやーどうだろうなないと思うんだよなまあそもそも大谷さんのコラボのね企画っていうところがまあどういう内容でそもそもガチャやるやらないって話をまだ発表されてるわけじゃないしまあイベントのみかもしれないしガチャはワールドスターという形でねまあ、全然そこも全く読めないですけどまあただちょっとそこの大谷選手 コラボ待ちみたいな感じでずっとエナジーを貯め続けるだけになってくるのも、まあ、ちょっとシリーズワンの期間楽しめないっていう可能性も出てきちゃうかなと思うんで、まあ、逆にね結構きっちりやるんであれば全然シリーズワン中にエナジーを使ったとしても競りずつ時期にもありますけど大谷選手のコラボのタイミングとかでも全然エナジーあるっていう、まあ、状況は作れなくはないと思うんで、まあ、そこはちょっとね、えー、自分のエナジーの所持状況とか、まあ、どうしても期待たち価値はどれになるのかと、まあ、いうところとかを、まあ、こう取捨選択して、えー、考えていくのがいいのかなという,ふうには思います。 はいということで以上今回はイチローセレクションと大谷コラボ展開予想ということでやっていったんですけどもいかがだったでしょうかまあちょっといろんなね予想途中動画の中でもねしてますけれどもまあ、ぜひ皆さんの予想もえコメントにたくさん書いていただければなというふうに思います基本的にコメントは全部読んでるんでまあ、ちょっともしねあこの予想いいなとかあこの予想ありそうみたいなのがあればちょっと動画の中でもねまた紹介させてもらおうと思うんでまあ、ぜひぜひ、ね、気軽に書き込んでい,ていただければなというふうに思いますということでぜひともこの場所としても楽しんでいただけた方より今後の更新が楽しみになったという方は小籔さんによろしくお願いします それではまた次回の動画でお会いしましょう。ああさ。